アイナックは今週土曜に迫るリーグ開幕に向けて最終調整。チームを率いるのはジョルディ・フェロン新監督。さらに昨シーズン監督を務めたパク・カンジョがテクニカルディレクターに就任。開幕に向けて万全の体制が整いました。カップ戦で負けてる相手なんで、去年もリーグ戦でいっぱいしてますし、同じ相手に3回は負けられないので、何が何でも勝つっていう王座奪還できるようにチームとして、目標を一つに、一丸となって頑張ってきます。そして兵庫県元住吉神社で必勝祈願。2年ぶりの王座奪還へ、アイナックの新シーズンがいよいよ始まります。開幕からそこの勝負はまた始まると思うので、自分自身も1点でも多くって、チームに貢献しながら個人タイトルになっていきたいです。